私のオーリングの練習方法。まずトランプを準備します。普通のトランプで大丈夫です。で、全部揃ってなくても大丈夫です。普通のトランプです。それをシャッフルします。そして1枚取って、利き手ではない方でオーリングを作ります。それを利き手で開こうとします。で、言ったことが合っていれば力が入って利き手で開こうとしても開きません。だけどもし合ってない場合は簡単に開いてしまうみたいなオーリングテストです。では、このトランプのカードは黒ですって言ったとして、黒であれば合ってるので開かないはずで、黒じゃなくて赤だったら黒ですって言っても違うよって開きます。じゃあこのカードは黒です。開かないから黒でしょうか。うん、落ちた。じゃあ次、じゃあ今度さっき黒だったから今度はこれは赤です。このカードは赤です。あれ？開いちゃう。ということはこれは黒かな？うん。落ちた。じゃあ最後。ちょっと待って。他のカードにしようか。よっ。このカードは黒です。別にこの中に赤が入ってないわけではないです。ちゃんと赤も入ってるんだけどね。まあこんな感じでボーリングの練習をすればいいと思います。それでは。